清里駅は山梨県北都市高根町清里にある東日本旅客鉄道小海線の駅である。駅の標高は1275メートルで JR グループの駅の中で2番目に高く、また山梨県で一番高い。開業からおよそ2年間は当駅が国有鉄道の最高所の駅だったが、1935年11月29日に、 当駅から品濃川上駅までが開業して、その地位を延山駅に譲った。隣接する延山駅との間に JR 最高標高地点がある。山梨県の鉄道駅として最北端の駅でもある。小海駅が管理し、超鉄開発が受託する業務委託駅。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。互いのホームは校内踏切で連絡している。 簡易水化改札機、近距離自動券売機、指定席券売機が設置されている。待合室小木の屋による主な駅弁は下記の通り。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は79人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。清里高原の中心駅として、周辺には観光地が広がっているが、 平坦な道は、ほとんどなく、急坂が多い。かつては、女性誌などで取り上げられ、ファンシーショップなどが開かれ多くの人で賑わったが、現在その多くが廃墟となっている。駅前には、美しの森高根荘から移動してきた C56149 が、生態保存されている。観光案内所近くのロータリー内に、清里バスセンター及びトラビスジャパンの清里駅停留所が、 駅近くの山梨県道11号上に、北都市民バスの清里駅停留所がそれぞれ設置されている。臨時快速、ハイレール1375元を駅に停車する。詳しくは、ハイレール1375参照のこと。注釈出典、ありがとうございます。